関東ガス器具株式会社製のバランスマ。上部の銀色のパーツは蛇口で、稼働後はここから湯を隣にある浴槽に供給する。手前についているノズルに接続されたプラスチックのパーツはシャワー。バランスマは、バランス型風呂マの通称で、自然球排気式の吸排気を採用したガス風呂マである。1965年に、 ガスターが他に先駆けて開発したこのバランス釜は、高段住宅向け需要を中心に、全国的に普及していったが、その後は屋外壁掛け式の給湯器が主流となったために、衰退傾向にある。これは、住宅の集中給湯システム化が進んだことや、バランス釜の多くの欠点が忌避されたことなどによる。そして、1990年代以降に建築された住宅では、 バランス釜はほとんど見られない。多くのバランス釜はシャワーや上がり湯の給湯用に別系統の燃焼部と熱交換器を備えている。しかし、一般的なガス給湯器の給湯能力が16号以上であるのに対して、バランス釜のそれは最大の能力を持つ機種でも8.5号となっており、大きな差がある。かつては自動湯張り機能を持つバランス釜が製造されていたが、 制御基盤が浴室内の湿気に耐えられずに誤動作や故障を起こすことが多いために製造が中止された。それ以後に発売されたバランス釜は自動湯張り機能を持たない。また2011年4月以降に発売されたものはすべて体気防止機能を備えている。さらに点火操作及び安全装置の動力源として乾電池を用いている。バランスガマは 住宅の浴室内に浴槽と並べて設置され、浴槽用に確保できる面積が圧迫される要因となる。その一方で、燃焼のための給排気は、屋内とは完全に遮蔽され、屋外に直結した給排気等を通して行われる。同一雰囲気の室外に給排気口が出ている構造になっているため、常に吸気と排気のバランスが取れている。つまり、 屋内の空気を燃焼に使用し屋外に廃棄する反、密閉式の製品と比較して、風雨の影響による不完全燃焼をひいては浴室内での一酸化炭素、中毒事故や空気の汚染が発生しにくい。浴槽と2本のパイプでつながっている風呂釜内部で湯がバーナーの燃焼で温められて自然対流によって髪型の管から浴槽に送り出されると同時に、 その分だけ浴槽下部の冷水が下方の管から風呂釜内部に引き入れられて浴槽内の湯が焚かれる。設置場所によって BF 式には構造がさらに細分化される。運転ダイヤルを着火位置まで押し回し、その状態のまま着火ハンドルを回転させると唇がつく。この時風呂釜の内部で青く燃焼する唇が点火確認窓から見える。 唇が着火したら、急騰や追い出きのそれぞれの位置まで運転ダイヤルを回すことで、バーナーが燃焼する。この点火操作には必ず両手が必要である。一方、片手で操作可能な方式もあり、運転ダイヤルを着火位置まで回した後、唇位置に戻すと点火するが、点火しない場合はダイヤルを一度、止め位置に戻してやり直す必要がある。 どちらの方式も唇の点火の確実性が乏しく、点火確認窓を定期的に清掃しないと、点火状態が見えにくくなる。メーカー各社間でこの問題点について協議が行われ、2011年4月以降に発売されたバランス窯に関しては、乾電池による連続放電で唇に点火させて、その着火をランプで表示させる方式に統一された。 給湯機能を持つバランス釜では、浴槽に直接給湯して、湯張りした後に、温度調整目的で補助的に追い出きを行う。一方、給湯機能を持たない製品では使用者が、浴槽に水を張ってから、追い出きを行う。このため、給湯機能を持つものと持たないものを比較すると、校舎の方が大きい追い出き能力を備えている。バランス釜は、 自然循環式で追い書きを行う。具体的には、水の温度変化による密度の違いを利用している。比重の大きい冷水は、浴槽下部に止まるが、風呂釜内部で加熱された温水は、比重が小さくなり、上部のパイプから浴槽内に流れ出ようとする。この水の流れにより、浴槽下部の冷たい水が、風呂釜内へ流れ込み加熱されるというサイクルが、発生する。 循環パイプが風呂釜から浴槽に向かって上向きの勾配で接続されていれば、湯は風呂釜と浴槽の間を滞りなく循環することができる。しかし、思考ミス等の理由で上部のパイプが風呂釜から浴槽へ向かって下向きの勾配となった場合には、加熱された水が風呂釜の吐け口で滞留してしまうことがある。この状態が続くと、この滞留した水が 風呂釜内部で部分的に沸騰してしまい、風呂釜本体を大きく振動させることとなる。このような現象は釜なりと呼ばれる。また、循環水の流れが比重の違いのみによるため、ゆっくりとした流れしか発生しない。このため、風呂釜内部の熱交換器や浴槽との接続部であるパイプ内に湯垢と呼ばれる汚れが溜まりやすい。1983年に、 バランス釜設置用にうがたれた建物の旧、排気口用の穴を活かして、大規模なリフォームを必要とせずに更新設置可能な、壁貫通型風呂給湯器が、東京ガスによって開発された。その後、ガスターと日立化成が、ライセンス製造を手掛けて、それぞれを臨内及び、能律とハウステックが引き継いで販売している。このような型の給湯器は、パックイン型風呂給湯器や、 ホールインワン型風呂給湯器とも呼称される。これは従来のバランス釜の旧排気トップの寸法内に、給湯器本体を格納することで、浴槽内にあった風呂釜部分のスペースを不要とし、その分だけ大きな浴槽を設置可能にしている。この方式の給湯器は、給湯だけを行う給湯専用機と、給湯と浴槽の追い出きの両方が可能な風呂、給湯器が生産されている。 壁貫通型フロー給湯器は、リモコン制御で完全自動での湯張り、水位、または、油量の設定、湧き上げ、保温、足し湯等の制御を可能にしていて、保持している機能の組み合わせによって、フルオート、オート、マニュアル、給湯専用に分類される。ただし、制御用に AC100V 電源を必要とする。このため、 内戦規定により、浴室内にはコンセントが設置不可能なこともあって、電源コードを壁や天井を貫通するように加工して、浴室外に設置した電源に接続させる必要がある。なお、公営住宅などの場合にはこれらの施行が許可されずに、壁貫通型フロー給湯器を設置できない場合が多い。ありがとうございます。